した。少しまあ明日からまあ若干天気も崩れてくるのかなという予報にはなっていますが、今日は非常に野球観戦日和となっている次の中休みとなりました。今日一軍に上がってきました寺内です。ジャイアンツはセカンドを守る藤村が2軍に下がり、そしてこの寺内が上がってきました。まあ、寺内も開幕からいいスタートを切りましたが、少し調子を崩して脇屋とともに開幕のゲームを引っ張ってきた寺内でしたが、再びまた1軍に上がってきました。まあ、だから、まあ、とりあえず決まらないのは、セカンド毎年そうですね、ここ数年もそうですね、はい、藤村が盗塁を取ったときにはアレギュラー取ったのかなと思いましたけど、まあ、もう一つでしたよね。そうですね、うん、甘く入りましたがファールです。どうですか、唐川は立ち上がりからご覧になって。そうですね、2回は非常にコントロールよくなりましたし、はい、先ほど見逃し三振取ったインコースのまっすぐなんかね、やっぱり本来の唐川のいい時の状態を感じさせましたよね。ストレートうまく右方向へ弾き返しました。ライト前ヒット、チーム2本目のヒットです。この辺りが寺内の成長、そしてお帰り寺内、ね、今のはインコース同じように見逃し狙って、唐川もこういう大事な時には力入れて投げてるんですよ今ね、その分ちょっとこうシュート回転した、シュート回転といいますか、はい、インコースに決まらなかったですよね、シュート回転しなかったって感じですかね、逆に一軍に